上運動食ブータニッピーようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。ファミリーマートの2種類のトラックでタルタルチキン&タンドリーチフルチキンを食べられます。タンドリーとは若干辛みがあるのかな。タルタルは前も食べた気がするんですけど、タンドリーは初めてですね。なので気になります。チャンネル登録よろしくお願いします。気になる側のタンドリーチキンと思われる方からいただきます。どんな味わかな。ではまず最初に言っておきます。最初に食べたのがタンドリーチキン、次はタルタルチキンだと思ったんですが完全に逆でした。最初に食べたのがタルタルチキン、次に食べたのがタンドリーチキンでした。まずお詫びして訂正いたします。でその上でタルタルチキンの方はなったりとしたタレがすごく口の中に広がってきたのですが、ちょっと鶏肉が少なかったかなという印象ですね。なのでもうちょっとお肉が詰めたなというふうに思いました。まあこれはタンドリーの方もいるのですが、タンドリーの方はまあそこまでああっていうほどでもないですけど、刺激があってピリリとしたソースが口の中に広がってきて美味しかったです。野菜ともよく合うのでこちらの方がより良かった気がしぶんはしましたね。このタンドリーチキンもだけでもっと食べたいなと思いましたので、タンドリーチキンの方代表でこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武終焉。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。